残り2周のホームです5番の石井が下げる形になりましたこれで1列の状態になります梶田が前受け大谷が2番手をマークして3番手松尾中段地元の4番の藤谷さあ石井が上がって打賞で石井が抑えていきます1番の門脇がマークさあ梶田が 2番手か、かいや、3番手引いて、地元の藤谷上がっていく。後方から2番の井上。ラスト一周、先行勝負は、やはり5番の石。2番手、追走が1番の角脇。地元の藤谷が3番手。梶田がインコース、並走する形。3番手、藤谷がうまく入ったかさあ、梶田は少し内に詰まって4番手まで下がった。逃げる石。2番手に角脇。 3番手、藤谷この後方から梶田間に合うかどうかさあ石,井が逃げる石井が逃げ切って1番の門脇7番の梶田5番、1番、7番。